会社や自分の自宅ではなく、その第三の場としての技術的交流ができ、人脈、ネットワーク作り、まあ、それがなんていうか、本当に土木全体を豊かにしていくっていうな。やはり、学術団体であり、交流の場であり、ソサエティそのものだと思ってます。目に見える未来を想像する場所、そんな風に思います。みんなそれぞれ仕事では違うことをしているんです、ね、あるいは立場も違いますけれども、土木学会っていうのはフラットな関係で、議論ができますので、三感覚がフラットで一体となったプラットフォームだと思っています。やっぱ人の連携がないとですね、データの連携もうまくいかないと思ってますので、まあ、まさに若手であるその学生から、それからベテランの専門技術者まで、非常に多様な人たちが交流できる、また活躍できる場だと思います。世界各国と比べても唯一無二に近い組織、それが日本の JSC だと思います。公益社団法人土木学会、100年以上の歴史と伝統のある日本最大級の工学系学会です。約4万人の会員は大学や研究機関をはじめ、国、自治体や公的機関、公益企業や民間の建設業、コンサルタント、製造業などに所属する多様な立場の人々です。東京の本部のほかに全国8支部と海外支部があり、数百の委員会それぞれが専門的に調査、研究しています。毎年支部持ち回りで開催される全国大会では、約4000件の論文が発表、討論され、延べ約2万人が参加します。創立以来、土木技術者の相互交流のための機関誌、土木学会誌と和文英文の論文を掲載するオンラインジャーナル、土木学会論文集を毎月発行しています。権威ある表彰制度として、創立直後から続く土木学会賞の表彰は毎年100件を超えています。全国にある歴史的土木構造物を毎年約20件選び、土木学会選奨土木遺産として公表しています。海外には9つの分会があり、31の学協会と協力協定を締結して、さまざまな国際交流をしています。情報発信、広報活動に力を入れ、 SNS やウェブ、ラジオ番組などを通じて継続的に発信しています。11月18日の土木の日、続く1週間を暮らしと土木の習慣として、全国規模で多くの市民交流行事を実施しています。土木技術の共有、研鑽の場であり、多様な人的交流の場であり、情報発信の場でもある土木学会、まさにソサエティそのものだと言えます。自分の知識、経験に基づいて、やはり社会に貢献すると。土木っていうのは市民の生活を支えてるんですね。それと同じく、土木学会は土木技術者の仕事を支えてると思うんですよ。シリアスだけど、やっぱり前向きに議論をしているっていうのが土木学会。意外と面白いことをやっている。歴史しかり、今の技術しかり、そして未来をどうしていくかっていう、さまざまな議論の展開性がある。全く違う立場の人が、まあ、同じ考え方っていうのをこ うまく融合させながらですね、フラットにお話をする機会を得ることで、自分の分野への転用とか、お互いの分野を掛け合わせていくような貴重な経験ですね。そこに交流できる方々がいらっしゃるので、仕事で行き詰まった時に類似の論文等を拝見してですね、ヒントや新たな知見を得られたり、一人一人が広く幅広く知識を持っている方がいいような時代になりつつある中で、まあ、そういう情報を常に提供してもらえるっていうのは土木学会いいところかなと。広い視点を持って情報を得られる場だと思っております。自分の会社組織にとらわれない人と土木について語り合えることで、土木の魅力について改めて感じます。私はこの場を通じて、職業観を育んでもらったり、あるいは今の私の土木哲学を、鍛えてくれたり、ホームタウンみたいな場所じゃないかと思います。ぜひ多くの方に参加いただけるとありがたいなと思います。